こんにちは。好きな女性が自分のことをどう思っているか、男性は気になりますよね。自分のことを好きなのかどうか確かめる方法があれば、すぐにでも使いたいと思いませんか？しかし、女性の思考は男性と比べてやや複雑。素直に感情や気持ちを表すことができる人もいれば、恥ずかしくてできない人や素直になれない女性もいます。しかし、そんな女性でも好きな男性にはうっかりやってしまう行動パターンがあります。好きな女性の気持ちが知りたいと思っている男性は、今日も一緒に勉強していきましょう。 1. 視線がぶつかることが多い。好きな男性に女性がやってしまうアクションで多いのが、視線を送ってしまうことです。やけに視線がぶつかるなと感じるのなら、女性がついついあなたに視線を送っているのかも。女性は好きな男性が何をしているのかなと気になって見てしまうもの。思いを抱いていない男性を何回も見るということは、気になる理由がない限り基本的に考えられません。ただし、一度や二度たまたま視線がぶつかったというだけでは、両思いかどうかは判断できないので注意を。あなたがただ気になる行動をしていただけということもあるからです。ポイントは何度もあるということ。そして女性と話しているとき、あなたを見つめてくるとしたら、かなり両思いの確率が上がります。相手の目を見て話すのは、相手に興味があることを示す行動です。ただし、仕事上の関係や接客業の場合は、上司やお客さんの目を見て話すように教育されるので、行為とは異なることもあります。この時見極めるためにチェックしたいのが、女性の動向が開いているかということ。人は好きなものや興味があるものに対して瞳孔が開くことがあります。うるうるとした瞳であなたを見ているのなら、好きな気持ちがあるということになるでしょう。 2. よく真横にいる。女性はパーソナルスペースが狭い特徴があります。女性の方が警戒心があり、嫌いな人のそばに行くことはほとんどないと言ってよいでしょう。そのため、自分とのディスタンスが近いと感じるのであれば、少なからず興味を持っていると考えられます。あなたのことを知りたいという気持ちを近くにいることでアピールしているんです。さらに、興味以上の好意がある場合は真横にいることがあります。好きな人の近くにいたいという気持ちから、真横にいてあなたとたくさん関わりたいと思うんです。ただ気になる存在の場合と好きな場合では距離感が異なります。気になるという段階では、あなたの近くにいることが多いですが、好きな場合はもっと接近しようとします。真横にいればあなたと会話することもできますし、他の女性が近づくことも防止できますよね。ただし、横にいるから全ての女性があなたのことを好きかというと、そうではありません。中には友人として親しいから横を選んだというケースもあります。横にいる女性の行動などを見て見極めるようにしましょう。3. 自分といるとき部屋を触っている。自分といるときにやたら部屋を触っている女性がいたら、好きな気持ちがあると考えられます。女性が部屋を触る心理には、好きな人の前で緊張している自分をよく見せたいということが隠されています。女性は好きな男性を目の前にすると、自分の見た目を気にする行動をとることがよくあります。その中で多いのが、ヘアスタイルを気にする行動です。好きな男性にどう見られるか、少しでも良い印象を持ってもらいたいというけなげな行動なんです。そして、女性は好きな男性が目の前にいるとき、緊張を緩和しようと髪の毛を触ります。髪の毛を触るのは気持ちを落ち着かせるための行動です。ただし、髪の毛を触る理由には他のこともあります。つまらない、退屈だと感じている場合や、イライラしていることもあるんです。見極めるポイントは、表情や雰囲気で判断しましょう。 4. さりげない接触が多い。女性が男性の手や肩などをさりげなく触るなどの行動は、気持ちがあると考えられます。基本的に女性は生理的に受け付けない人や、好意を持っていない男性に対してタッチすることはありません。そのため、少なからず好意や興味がある対象だと考えられるんです。男性と接触することで、自分の気持ちに気づいてほしいと願っています。そして、好きな人には少しでも触れたいというのがナチュラルな感情ですよね。男性に接触した時に、相手がどんな反応を示すのかということも、女性はチェックしています。反応を見て、男性が自分のことをどう思っているのか判断材料にすることもあります。
この時男性も好意があるなら無視せずに反応してあげると良いです。そして接触の中でも間接キスを嫌がらないかどうかはかなりの確率で判断材料となります。女性が一口飲ませてと自分の飲み物を飲んだなら好意があることも考えられるでしょう。体などの接触よりも間接キスはだいぶハードルが高い技ですよね。そして基本的に他人との間接キスは好まない人が多いです。そのため抵抗なく間接キスをする女性はあなたのことを好きだと感じていることが考えられます。ただし中には非常にオープンな女性もいるので全ての女性に当てはまるわけではありません。自分にだけ接触や間接キスがあるのか彼女の行動をチェックして見極めましょう。5. にっこりよく笑う。非常に単純な理由ですが、好きな人といると気持ちが明るくなりますよね。どんなに思いを隠したつもりでも表情や雰囲気は隠しきれないものです。自分といるときに女性がにっこり笑っていることが多いと感じるならあなたのことを好きだと思っているかもしれません。これは楽しいことをしていると自然に笑顔になっているのと同じで、人は嬉しい、楽しい気持ちを持つと表情に現れるもの。例えば旅行先に到着した時やスポーツなどの趣味をしている時など楽しい気持ちが表情に出ているんです。それと同じで女性がにっこりとよく笑うことが多いのはあなたといることが嬉しいと思っているから。特に面白い会話をしているわけでもないのに女性がにっこり笑っているなら高確率です。ただし誰といる時でもニコッとしている女性の場合は単に愛想がいいだけのこともあります。あなたといる時だけにっこりよく笑っているかどうかを見極めて判断しましょう。6. 大げさな反応をする。好きな人の前では反応が大きくなることがあります。これは好きな人に気づいてほしい気持ちを表している行動です。大きなリアクションをするのは自分を見てというアピール。みんなの前ではそうでもない彼女が自分の前では大げさなリアクションをする場合は好きな相手だから。気持ちの高ぶりからリアクションが大きくなってしまうこともあり、楽しそうにしているのならあなたといることでテンションが上がっていると考えられます。似たような現象を分かりやすく言うと、好きなアイドルに会った場合を想定してみましょう。気持ちが高ぶって大げさなリアクションをしてしまいませんか？興味がある人を目の前にするといつも以上のテンションになるため、自然とリアクションも大きくなります。自分の存在をアピールしようと頑張ってしまうんです。ただしもともと大げさなリアクションの女性は特別な意味を持たない行動なので、女性が普段と違うことがポイントとなります。7. 自分の行動に同調している。好きな人や好意がある人にしてしまう同調行動って知っていますか？これは何も考えずに相手の動きや口調を真似してしまうことです。ミラーリング効果とも言われ、恋愛面においてよく現れます。例えば同じ飲み物をオーダーしたり同じ仕草をしてしまうこと。相手に好意があると同じ行動をすることで気が合う人だなという印象を与える効果があるんです。あえて同調行動をしようとしているわけではなく、自然と好きな人と同じ行動をとってしまうのがそうです。気持ちの中で相手ともっと仲良くなりたいと思っていると、相手の行動に近づいて自然と真似してしまうというもの。特に顕著に現れる女性のタイプは相手に好かれようと気を使うタイプです。好きな人に嫌われないようにと相手の行動を見て真似してしまうということがよくあります。人にどう思われようが関係ないというゴーイングマイウェイな女性は普段は見られませんが、相手が好きな人の場合だと気づかないうちにやっていることもあるんです。ただし相手との関係性によっては好意がなくても真似してしまうケースがあります。それはとても仲の良い友人や親しい仲間の場合です。友達同士の場合、異性同性関係なく行動が似ていることがよくあります。同調行動だけでなく女性の他の行動も合わせてチェックして判断しましょう。いかがでしたでしょうか？気になる女性が自分のことをどう思っているのか、様々な行動パターンで知ることができます。いろいろな角度から女性の行動をチェックして判断することが望ましいでしょう。密かに両思いになっていることが分かれば、あとは行動を起こすのみ。あなたを好きだということを確認したら積極的に行動していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。
動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。